おはようございます。こんにちは。こんばんは。刹那圭介です。今回もこのゲーム、マインクラフト実況していきたよ。いつも通りです。いつも通りだって、これでパート3やな。そんなにやってないね。まず、そうですね。まずやっておくべきことっていうのがあるんだよね。実はね、前回のパートのね、コメントにね、こんなことが書いていたんだ。かまど作ればいいのにってね。確かに。なんでね、今回はまずかまどを先に作りたいと思うね。正直かまどの作り方なんかいまいち覚えてないんだけどね。丸石だったね。確か丸石をチェストと同じように置けばいいんだったな。チェストってどうやっけ。これか、こうか。あ、これだ。やった、かまどやん。って言ってもね、俺、かまどをどう使えばいいのかわからないんだよね。何に使うんだろうね、かまど。バカだね、俺。あ、そうか。なんかこんな感じで焼けるんだ。なるほど。鶏肉とか残しておくべきだったな。鶏肉焼いて食えばうまかっただろうな。腐った肉って焼けるんだろうかな。焼くには多分、交換で。あ、あかんの？あ、そうか、火がないで。お、松明は？松明ポーンは？あ、火がないとダメなんだ。じゃあ今のところまだ使えんかな。それとも腐った肉はダメですかっていうパターンです。卵を焼いてゆで卵を作ろう。いや、焼くだけじゃゆで卵できんけんな。ゆで卵っていうアイテムがあるか知らんけどね。卵があるってことはなんか何かしら卵料理は作れるんだろうねっては思うね。まあそんな感じさ。まあ知識がないんだ俺は。グダグダマインクラフター俺っていうのはそういうルーツから来ている。うん。あれ？かまどは？かまどどこ行ったん？あれ、かまどどこ行ったん？かまどなくなる。あ、夜になっとる。それも知らない間に夜になっとる。よし、わかったよ。今回は寝ておくよ。くそ、グダグダマインクラフター俺こんなにグダグダだったかい俺。はい。ちょっと移動しましたね。まあ、前回からいろいろありまして。喉の調子が悪いぞ。前回からちょっと移動しまして、こういう渓谷っていうのかな。とりあえず、隙間。隙間って言い方もおかしいな。まあ、こういうところに行きました。ここにいろいろまだ石炭やらが、まあ、鉄はまだ取れんけどね、あるんですよ。なんで俺はここら辺に基地を作ろうかなと思っております。まあ、基地って言っても仮住まいで最終的には放棄しますけど、まあ、とりあえず家建てるまでの本拠地ってことかなをここに作って、まあここを拠点にしていきたいと思います。つまりまあとりあえずは拠点を作るということですね。でもその前に見てほしいものがあります。これです。あとこれスキン変えました。この作業をするときだけの限定のスキンですよこれね。俺はリアルじゃね、専門学校生でね、その専門学校の実習で使われている実習服もね作りました。ウェーイウェーイウェーイ。そんなん作る暇があればバンバン作業しろよって思うけどね。
てかあれ、ああ、ツルハシある。まあ、このツルハシでちょっと掘った後に穴を作れば、そこに壁を作ればというわけですね。おっ、こういうところとか、最初から穴を掘っとっていいかもしれんっていうか、そういう感じですね。けど、どうせ作るんだったらあれですね。外に出やすいところに作った方がいい。どうしようかな。こういう計画を先にやっておくべきもんなんだけどね。計画性のない人間なんだね、俺は。まあ、とりあえず掘っていきます。木材とかいけるんか？あー、まあ、いけそうじゃないな。まあ、いいでしょう。あとさ、考えずに行動する。する。まあ、なんかあったら、気合で乗り切る。まあ、とりあえず、掘っていって、とりあえず、ある程度の大きさになるまでね。掘っていくわけですよ。うん。掘っていく、落ちた。これスコップの方がいいやつやな。スコップ持ってないわ。なんか。いや、荒くれている。ブロックが荒くれているよ。荒くれるときあるんやな。とりあえず昨日、ツルハシの耐久度を、消費を抑えるためにね。こういう砂利とかは、手で掘ってね。こういうのは手でね。手でも十分早く掘れるんでね。さーて、お、今何？おう、キューティーズやん。やーるー。まあいい感じ。え、まあもうちょい掘ろうかな。とりあえずここも掘ります。さて、どれくらいの広さにするかっていうのが問題ですね。まあ、これくらいの広さを取れるとしたら、まあ、いいような気もするんですね。あ、ここら辺も削っておきましょう。よく見たら壁を作る時のためのブロックも必要ですかね。ちょっと多めに掘っておいた方がいいでしょう。ここも。あ、そうだ、ここあれじゃね。まあ、どう作るか正直知らんのやけど、はしごがあればいいんじゃないかななんて思うね。はしご、はしご、はしご、ご。あ、これじゃなかった。これじゃないんかい。あれ、はしごの作り方はわからないな。あと調べてこようかな。ぐだぐだマインクラフターは、はしごの作り方もわからない。ダメじゃないかい。あ、棒だったんだ。けど棒を消費しすぎたらこっちの方がなくなるんよな。一個だけ作ってみよう。で、これをこうしてこうか。あ、棒が足らない。とりあえずこう、あ、こいつらトゲトゲってか。やばいぞ、木材不足やな。木材取ってから始めるべきだったな。これぞ、グラグラマインクラフター、俺の醍醐味ではありませんか。木材取ってきておこうか。今頃遅いよ。これどうやって登るの今思ったら。掘って階段状にしてしまおうか。そうしよう。今更やし。まあ、とりあえず階段状に掘っていくことにするぜ。今更だぜ。あ、まあこうなりますよね。いつかはこうなりますよね。昨日やるやつやもん。お米作ってかないかんね。先に階段作ることになる。あらあら、二つも作れんの。うっは、やっちゃった。まあ、いいでしょう。これもちょっと勉強です。うん。ということにしとこう。まあ、こう移動します。しかし、こういう状況に、なんか敵が現れて、なんてことは、俺はもうピラごめんだからな。やめてよ。
で階段上に掘っていくとするだろう、結構掘らないかんだろう、必然的にちょっとズル橋の耐久度なんかもたないような気がするんやけどあと1本しかないし、あーどうしようかな。最悪の場合あれやな、最悪の場合、手で掘って時間かかるけどな状態になっちゃうよね。そうなったらカットだね、完全にカットだね。あ、でもこう掘ったらここら辺のやつは掘る必要ないんだな。あ、それなのかな。別にどういうのか、今すぐ来たらさすがに行けるだろ。まあ、こうしますね。こうしたら、まあ、ブロックも休めておいて、あとに壁につけるに必要ですからね。こうしたらこうなるわけですから、ここも掘るんだ。ここ掘ればいいんだ。あー、なんてでいいや。まあ、それ大したさせよ。いや、暗いな、暗いよこれ。タイマー、タイマー、ネイド、ほい、オッケー。あー、これどこやん、そこ。これはないかんところやん、それ。オッケー。でもって、タイマー、そこやな、オッケー。それでいい、オッケー、ばっかり言わんだ、これな。ここだよ。お、間違った、また。で、ここも掘ります。掘ります。ここも掘らないからな。そうしたら、なければ、こっちに向こう側に行けもな。よいしょ。あっ、なんでおいちゃん。まあ、こう掘っておきます。ですな。ですな、な、な、な。お、こうしたらこうなる。お、階段上。しかも、ここら辺の掘る必要ないし、オッケー。で、次、ここやろ。あ、これ。あ、いや、なんか、なんか、なんで家なんか知らんよね。まあこんな感じで掘って、あー、まだ雪だ。じゃあまだ上から、上から、上から、あー、水が流れた。あーあー、やめてよね、やめてよね。これ今防げばいいんだ。あっ、ちょっと待って、あっ、あっ、あっ、ちょっと違うぞ、それ置き方がちょっと違うぞ、俺の思っとったんと。そうじゃないぞ、ちょっと、あー、やばいぞ。よいしょ。あー、そこ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 やって。よし、いいね。まあ、たまにこういうこともあるわね。次に掘るべきは、ここか。あ、ってことはこれも掘らないかんよね。一旦流さないかんよね。いや、その前にこっちも掘っとかないかんやつやったな。あ、でもちょっと階段上ではないかな。まあ、ちょっと掘った。あー、まだか。くそ、ほんとグダグダだな、俺。あんまそういうところ考えてなかったな。誤算。まあ、そこまで考えてやる人なんかそうおらんと思う。多分ね。まあ、ここも掘ります。掘ります。あー、とうとう壊れてもった。くそ。くそい。これがないけん、もう、何やっけ、ツルハシか。ツルハシが作れませんの状態ですね。あ、そうだそうだ。作っとかなね。何やっけ、これじゃないわ。めっちゃ流れてきとるやん。まあ、とりあえずさ、ここであれ作っとけばいいんじゃ。マルシコーの、かまどやね。作ったからなんだよ。特になんも意味ないよ。このかまどって正直何に使うか分からんかったりするね。何気に俺、食料のメーター、まあ満腹度とか全然減ってないんやな。こっからは素手で全部掘らないかんのか。おっそしい。カットですな、これ。なんか面白いところがあるまでカットですな。え？なんでこれ流れてきよん？あ、こっち開いとった？あー、なるほど、なるほど。オッケーオッケー、そういうことね。まあ、それででもここら辺を掘りやすい。あー、まだ来たー！あー、3回目ー。くそ。ほっとこ。いちいち対処しちゃったらめんどくさい。まあ、こんな感じね。一応手でも掘れる。手でも掘れるんやけど、時間がかかるんよ。くそ。だからもう、この動画、今回のパートは早送り対応するだろうな。ところどころカットも入れるかもしれんけど、基本早送りかな。どこ掘ればいいか。こう取る。あ、ここで、これ、あれ、これか、これ、あ、これで、この段や、この列やな。こう掘らないかんのじゃ。これは長い作業になりますね、時間かかるし、はははあ、おし、あれだね、もうちょい木材確保してくるべきだったね。あんま考えてなかったな。これが
グダグダマインクラフターだよ。わかったかい。なりたくないだろ、こんなに。だからみんなはちゃんと勉強してからマインクラフトを始めようね。あれ？なんかちらほら動きよ、何あれ。あー、まだ。え？いかがなんでお前こんなところには死んだ。窒息死した。いや、この上湖なんじゃ。だからイカおるんじゃ。なるほど。まだ敵よし。そう。あ、でもここ、鼻から掘るところだったことない？いやな。あー、めっちゃ流れ込んでいよる。この上って湖だった。もしかして。湖っつうか、池か。もうどっちもいいんやけど。マジか。そういうところまで考えるか、ボケ。あー、無理だ。誤算にも誤算、ひど、誤算にもほどがある。あー、俺のところ見や。これ溺れて死ぬパターンのやつじゃん。あ、そんなに溺れませんのか。けどまずいぞ、これ。作業効率どんどん下がる。予想外なグダグダだよ。俺がグダグダなのも分かっとったけど、予想外だよ、もう。もうよ、予想外すぎて、スーパーグダグダマインクラフトとでも、スーパーでつきたいよね。うん。置けない。あれ？やばいぞ、これ。とりあえず、松明で明かり、よし。どういうことになったか、ちょっと見極めないかんで。とりあえず、仮のやつ置いとくでしょ。あー、なんで向こう側に行けんの？よし。あとここか、あとここか、あとここか、あとこ、あ、なんこれなんこれ、あ、やばいんじゃう、これやばいんじゃう、やばいんじゃう、やばいんじゃう、やばいやばいやばい、なんこれ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 、あぶな、なんこれな、どういうことこれ。やばいぞこれ、もういろいろやばいことになってる。なんこれ。やばいわ、もう予想外のことがありすぎて、あ、これじゃあかんね、これこれ、あ、これもダメな。埋めろ埋めろ、こっちあかん、こっちあかん、埋めろ埋めろ、埋めろ埋めろ。え、今度、え、あとどっから出てきよるこれ、わからない。え、なこれ、これか、これじゃ、やったー。あー、怖。無計画ってこんなに怖いんじゃ。さて、掘る方向変えようか。こっち側じゃ。こっち側に掘ろう。そうなると、そうじゃな。ここを起点に、松明の場所変えますね。こっち。ですね、この辺にしとこうかな。まあ、こっから掘っていって、方向を変えて出ていく感じですね。これなら、もしかしたら湖にぶつかる必要はないんじゃないかな。はぁ、怖いな、これ。計画しとくのはほんと怖いな、これ。上が湖だったとか、そういうの考えてなかったわ。一流のマインクラフターはそういうところも見とんだろうな。今度からそうしなあな。なんか作るときは。まあ、いろいろなところを考えられるやつ、マインクラフターが一流。ちょっと、それを学んだ気がする。これ潰して、ここも振っておこう。そうなると俺は、二流三流を通り越して、14流ぐらいじゃないかな。ちょっとかっこいいけど、名前的には。14流って。名前だけ聞いたら、かっこいいよ。重視流の方がかっこいいか。名前だけかっこいい、かっこいいけどさ、その内容は、とにかく下手くそって意味やけどね。まあ、とにかく、慣れですよね、慣れでん、いいとこで噛んだね。慣れですよ。慣れですよ。慣れていいってね。最初はどんなマインクラフトでもこんな感じですよ。これ今思ったけど、これ石炭で穴掘りようわけやけんな、これ石炭じゃわ、松明か、松明で穴掘りようわけやけんね、これこれちょっとなんかシュールやな、なんて思う。コースとかでも見えるんか。カメラ目線、バリバリカメラ目線で掘りよるね。ちょっと面白いな、これ。
なんか知らんけど面白いね。あ、掘らんでもいいところ掘るんだ俺。ほやな。とりあえず、ここ掘らないかんな。先ほど掘り寄ったところは、ここは掘る必要なかったな。ここ、ここ、ここ。ちょっと効率をよくね、どこは掘らんでもいいかとか考えながらいいかなね。マインクラフターは建設やけんね。建設業をやっているからね。なんか計画性っていうのが必要ですね。その計画性がないからこういう俺はしんどい作業をやっているわけですけど、まあそこは今回の反省点というわけですね。反省できる人は強くなれる。これは俺の考えであり、結構な人がそう思っているはずですけどね。反省する前に考えることをしてないよね俺。違う、まずおかしかったね。甘かったわ俺、マインクラフター舐めてたわ。他のマインクラフターを尊敬するべきだなこれは。さすがにこんな近いところに湖二つもないような。あったら怖いけど、あるとまあないとは限らんのやけど、まあまあ祈れ祈れ、カボチャ神様、我に力を、我に運命力を。あ、そのカボチャ神様って今どこあるか知らんのよな。カボチャ神様にお祈りして結構歩いたけんね、どこにそのカボチャ神様があるか自分で覚えてなかったらね。まあしょうがないでしょ、俺、方向音痴なもの。あー、また、お、駅寄るわ。ここも掘る。あ！ようやくやん。やった。わお。来たー。ようやく開通した。やったー。これこれ、お。なるほど。こういう感じで、湖っていうか川じゃないか。それはぶち当たるわな。こう一挙ったら、ここか。ここにぶち当たったんかな、このあたり。なるほど。で、ここにイカがおって、イカが引っ張られて落ちてきたわけだ。かわいそうに。ごめんね、イカちゃん。でもね、せめて、欲を言うならな、せめてなんかドロップしてほしかったね。うん。イカ墨でもいいから。イカ墨はいらんか。まあ、とりあえず、ちょっと、まあ、こんな感じで掘れたわけです。やった。ここで入り口にして、ここに壁を立てて、的な、そういうのをちょっと考えとったわけです。まあ、やった。あー、だからそこダメだって言おったのに。でも、見栄えの良さを取るために、こっちにしておくね。あっとおしおしおし。見栄えの良さのために、ちょっと、砂をどけて、てか、別に、家建てたらこれ放棄するんやけんさ。別に見栄えなんかどうでもいいんやけどね。まあ、気分ですよ、気分。こういうところに住んどんじゃ、俺かっこいいって。思えればモチベーション。とりあえず階段ができましたね。よっしゃー。外は朝だった。で、ここを出てきた時に夜になっとった、目の前に雲がおった、やられた、じゃちょっとね。シャレにならんよね。まあいいや。じゃあとりあえず今回はじゃないわ。階段はもうこれで OK というわけですね。次は、なんつうか内装っつうかな。壁やね。壁と屋根。ここをまた広げたり、まあ屋根つけたり壁つけたり、最後にはドアもつけますよ。こんな感じをしていきたいと思いますね。けどね、せっかくこう開通させたんやけんね、木材取っとかねえ。なあね。木材取っとかな。やっぱ、つるはしがないとね、はかどらないね。
ツルハシの代わりに松明で戦っていたからね、俺は。お、夕方か？まあいいでしょう。というわけで、まあ、先に木材を取りますか。